月と太陽が重なり、世と世の境が近づき、災いが来る。そう伝えられている。なんのこっちゃ。なんせ大昔のことだ。誰も見たことがない。ただそれを知る先祖たちが我らに警告を残し、島の主たちは代々それを信じてきた。我らは島を守らねばならん。災いからな。災いって？暗黒だ。暗黒。オシト、お前にも隠していた。この世には我々の知らぬ世があるらしい。暗黒は全てを飲み込む。世を形作る光の全て。それとつながるもんがこの島のどこかにあるらしい。まあ、なんていうか、とりあえず相手に不足はなさそう。その息だ。オシュット、お客さんよ。仕事に精が出るな、獣たちよ。何やら物騒だ。狩りでも始めるのか。うん、面倒いのが来た。領土の剣だ。忘れたとは言わせんぞ。子が生まれ、村人が増えた。食料も資源も不足している。お前たちの持つ土地を少しこちらへ分けてほしい。久しぶりに面を見せれば。川が熱いのは変わらんが、人間の頭が考えるのはいつも他から奪うことだけだ。他に何を考えろと。うまい肉のことか。いいね。小はずよ、今我らに争う暇はない。敵が迫っている。強大な敵がな。何？どこにそんな敵がいる。獣も嘘を覚えたか。夜が来る。貴様らも備えることだ。され、忠告はした。また来るぞ。人間め。ねえ師匠、人間たちは大丈夫かな。さあな。我らはすべきことをするだけだ。来たか。鬼月の夜だ。匂うな。ちょっと、私じゃないわよ。ううん、違う。なんていうかな、夏
懐かしい匂い。お？これは。空が赤く。覚悟はいいか、オーシュットよ。お、任せとけ、師匠。オーシュットよ、お前は何のために戦う？え？オーシュットよ、お前は本当に覚悟ができたか？覚悟？オーシュット、気をつけて。分かってる。来る。さあ、商談と行こうか。やれやれ。祈るなら今ですよ。いいよ。拝見します。変形カタパルト。私の獲物だ。行っといで。行くぜ。頼んだぜ。あんちゃん。ほい。よいしょ。いっといで。オッケー。飯にしよう。飯。こいつら、こんなの初めて見る。だったら初めて逃げる？なわけあるかい。久しぶりだな、こんなに手応えのある敵は。オシト、次来るぞ。おう師匠。さあ来い、私が相手だ。いいよ、覚悟はできてる。かかってきな。頼んだぜ。出番か。蛇は素早いよ。遅いね。行くよ。
せと。祈るなら、聖火の力を授けたまえ。天下鳥腹ペコだ。いっといで。出番か。遅いね。よっしゃ。やれ聖火の力を授けたまえ。さあ悪いか、本気出すか。投降しエベルよ。はい、おしまい。どこから湧いてくるのだ、化け物どもめ。ひるむな、お前たちを。我らの島を守るのだ、何としても。師匠、そこ。助かったぞ、弟子よ。助けてくれ。人間だ。人間の村も襲われたのか。魔物が急に現れて何もできなかった。弱音を吐くな。獣ども、何か知っていたな。備えとはこのことだったか。答えろ、島に何が起きている。忠告しただろう、小ハゼよ。これが夜だ。何をしている。獣の助けなどいらん。貴様らと我らはこの地を奪い合う者同士だ。あの化け物どもを退けたら我らは貴様らを狙うぞ。まあ固いことは終わってから考えよう。今はとにかく戦わなきゃ。村長さん、どうしたの。オーシュット、災いだと。想像よりずっと最悪だな。ワクワクしてきた。どりゃ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 。大丈夫、私の後ろにいてね。すまねえ。
私も戦おう。貴様ら獣に狩りなど作れんからな。いいね、村長さん。行くわよ、オーシュット。よし、一丁やるか。さあ、審問の時間です。掃除するか。変形カタパルト。行きますか。聖火の力を授けてまい。こっからだ。頼んだぜ。アンちゃん、さあ、よいしょ。いいでしょう。聖火の力を授けてまい。終わりです。戦いは本業じゃないんですね。まだだ。向こうには魔物がうようよいるぞ。これ以上島を踏み荒らさせるものか。珍しく意見があったな。よそ者の隙にはさせておけん。今が好機だ、オシト。おう、師匠。村長さんたちは村を頼んだよ。考えがあるようだな。お前たちも怪我人に手を貸してやれ。我らの島を守らねば。避けては通れない。撃ち倒すぞ。よし、こんな時こそ。おーい、テロ君。いや、よくもよくも島を荒らしてくれたな。受けてみよ、我が怒り。テラが一番島を荒らしているぞ。でもおかげで道ができた。ありがとう、テラ君。礼には及ばん。来た来た。
獣だ。来た来た。変形カタパルト。やれやれ。聖火の力を授けたまえ。行きますか。聖火の力を授けたまえ。遅いな。欲しいなら取ってみな。よう、いらっしゃい。出番か。変形カタパルト。さあ、行こう。ねっかりするよ。こっからだ。頼んだぜ。ありがとう。いいでしょう。預けたまえ。よいしょー。いったガオいくよ。変形カタパルト。ほよ。どうせ。やれやれ。聖火の力を授けたまえ。行くぜ。頼んだぜ。行きますか。聖火の力を授けたまえ。わたしがおいったぜ。飯にしよう。飯
やるっきょない。シャキーン、行っといで。よっしゃ、頼んだぜ。あんちゃん、いいでしょう。聖火の力を授けたまえ。出番か。変形カタパルト。私よいしょせいかの力を授けたまえ。任せとけ、てめえ。やってやるぜ、二人きり。お疲れさん。変形カタパルト。さてと、聖火の力を授けたまえ。行くぜ。頼んだぜ。あんちゃん、魔物がいない。まさかこれで全て。もうまだだよ。し来る何かが。やっぱり懐かしい匂いだ。まがしい姿よ。あの魔物はどこかで。この匂い、あ、オーシュット、我が弟子よ。お前はカリウドになるのだ。そして島の森人には相棒が必要だ。さあどちらかを選べ、オーシュット。いい子いい子。どういうことだ、様子がおかしい。危険だ、下がっていろ、オシット。あの時私はマヒナを選んだ。
そして君を選ばなかった。君はあの時の子だね。どうしてこんなにひどい目に。アーシュット！悲しいよ。その傷、何年もかけて誰かにつけられてる。悪意の匂いがこびりついてる。辛かったはず。悲しい、悲しいよ。なんて声、胸が締め付けられる。おやっとするな、オシト。来るぞ。まさか弾かれただと。我らの力が通じに。テラ君、グラチェス君。師匠。オーシュ、逃げろ。あの魔物は強すぎる。あんなの勝てるわけないじゃない。強すぎるわ。悲しいくらいに飲まれたのだ、あの黒き何かに。あれはこの世の力ではない。逃げろ、おし。まだだよ、師匠。だって私まだ生きてる。まだ戦えるよ。おお、ちょっと、やはりお前は私の弟子だ。おお、ちょっとよ、お前は何のために戦う。炎？青い炎。なんか気持ちいい。
のひな。何が起きたの？私、ホタルになっちゃったの？あったかい。力が湧いてくるみたい。いいね。私もなんか、あったかい。あの美しき炎は、我らも倒れてはおれぬな。島を守らなければ。母を守るよ。そのために私は戦う。よう、思い尽くそう。ともしえの暗黒で。エベルよ。
尾行。よっはらべこだ。私の獲物だ。行きますか。改めなさい。聖火神エルフリックよ。こっからだ。占いなさい。属性の乱れ。デボン。ノメ君かかってきな。はいよ。働いてもらうぜ。かかってきな。
出番か。やってやるよ。もらったくよ。遊びは終わりだよ。投稿しエベルよ。いいでしょう。はい、どうぞ。ありがとう。おい、わあ、いった。ありがとう。素早いよ。ライフスティールだが、もらっとくよ。エベルよ。かかってきな。頼んだぜ。ありがとう。そう、遊びは終わりだよ。投降しエベルよ。よっ、仕事だぜ。聖なる盾よ。
くっしょ。これで終わらせよう。あちゃガルロロロロロロデバン、しっかりね。シャキーン。いいでしょう。救いの慈悲を与えたまえ。働かねえとな。さて、ライフスティールダガー。ほよ。癒しの奇跡を与えたまえ。セメノス。やってやるよ。ライフスティールだが、やめ。ライフスティールだが、マジか。やめんなよ。本気出すか。投降しエベルよ。ゆるいよ。はい、おしまい。戦いは終わった。さあ、
とどめをさせ、おしゅっと。おしゅっと。なんか気が進まないな。そうね、私も同じ。この子を狩らなきゃいけないのかな。オーシュット、ありがとう。マヒナ、オーシュットが優しくてよかったわ。10年前、オーシュットが私を選んでいなかったら、そこにいたのは私だったはずだもの。そっか、私にはこの子は本当はこんな悪いやつじゃなかった。ずっと傷つけられて、君を怖がらせるやつはもういないよ。よしよし、次に生まれてこれたら一緒にうまいもん食おうね。おやすみ。夜が明ける。一日中戦ってたね。我らは自らの益だけを考えていた。だが過ちだった。貴様らに教わったのだ。村長さん。限られた大地を分け合い、共に育てよう。共に狩りをし、田畑を耕そう。我らは一つだ、オーシュットよ。でもとりあえず朝飯だ。どうしたオーシュット、浮かん顔で朝飯食うのを初めて見るぞ。私、あの子にやられて死ぬとこだった。でも、あの時、私の胸に青い炎が灯ったんだ。あの炎、何だったのかなって。それはきっと原初の炎だ。原初の炎に認められたか。全然わかんないけど。知らなくていい。
いつか知る時が来る。そっか。トト母は美しい。お前が守ったのだ、弟子よ。みんなで守ったんだよ。いつかお前は言ったな、島を背負うのは重いと。あれから気は変わったか、オーシュットよ。その体はお前が思うより大きなものを背負える。ごめんね、師匠。もう重いなんて言わないよ。背負ってみたくなったから。私決めたよ、トト母を守るって。私が聞いた心の声は正しかった。島を頼んだぞ、オーシュットよ。任せてよ、師匠。ごちそうさん、行ってきます。始まりだ。ほい、干し肉。これがなくちゃ始まらないものね。腹が減っては狩りはできんよ。ね、アクター。